スコット・ケリーはアメリカ海軍の軍人アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士双子の兄弟のマーク・イ、e、ー・ケリーも NASA の宇宙飛行士であるニュージャージー州オレンジで父リチャードと母パトリシアの間に生まれウエストオレンジ近郊で育ったケリーは ADHD アー AD ドが正式に認められる数年前に生まれたがもし私が今の子供だったらアドまたは ADHD と診断されていただろうとインタビューで語っている。自らの著書でも私はひどい学生だった常に窓をじっと見たり時計を見たりして授業が終わるのを待っていた飛行少年のようだったと告白している。ケリーとマークは1982年にウエストオレンジのマウンテン高校を卒業した。ケリーは高校時代ニュージャージー州オレンジとジャージーシティで 救急医療技術者として働いていた。高校を卒業後、メリーランド大学カレッジパーク校に入学。大学1年生の時に、トム・ウルフのザ・ライトスタッフを読み、これが自分のやりたいことだと感じ宇宙飛行士を目指して勉強に励むようになる。ケリーはマークが在籍していた米国海軍学校への転校を試みたが、成績が悪かったため却下された。1年後、ケリーは、 ニューヨーク州立大学のマリタイムカレッジに転校し、海軍予備役将校訓練過程に進んだ。このプログラムにおいてケリーは訓練船、エンパイアステート V に乗って、マヨルカ、ハンブルク、ロンドンを航行し、大学の海軍、ROTC 部隊の学生代大大指揮官を務めた。1987年に、電子工学の学士号を取得して卒業。 1996年にはテネシー大学で航空システムの修士号を取得した。ジョージア州アトランタ出身のレスリー・ヤンデルと結婚し、二人の子供サマンサとシャルロッテがいる。ケリーとレスリーは2010年に離婚した。2018年7月、ケリーは NASA の広報官と再婚した。趣味はランニングとウェイトリフティングである。 1987年に大学を卒業後、アメリカ海軍の将尉に任命される。ペンサコーラ海軍航空基地で飛行訓練を終了し、1989年7月にテキサス州ビービルのチェイスフィールド海軍航空基地の海軍航空士に配属された。その後、バージニア州のオーシアナ海軍航空基地の第101戦闘部隊で、 F-14 の訓練を行った。この訓練を終えると、彼は第143戦闘部隊に配属され、北太平洋、地中海、航海、ペルシア湾島、航空母艦ドワイト・ディ・アイゼンハワーで世界中に展開した。1993年1月にメリーランド州パタクセントリバーの海軍、 テストパイロット学校の学生に選ばれ、1994年6月に訓練を終えた。卒業後、パタクセントリバー海軍航空基地のテストパイロットとなり、F-14、FA-18、C-130 等に乗った。スコット・ケリーは、F-14 のデジタル飛行制御システムの実験を行った初めての飛行士で、 急降下や急上昇の試験を行った。スコット・ケリーは30種類以上の飛行機で3000時間以上の飛行経験を持ち、250回以上の着陸を行った。スコット・ケリーは1996年4月に NASA に選ばれ、1996年8月からジョンソン宇宙センターで訓練を始めた。訓練を終えると、 彼はシステム、オペレーションの仕事に携わった。1999年の STS-103 でパイロットとして191時間の宇宙飛行を経験した。その後はロシアのスターシティで NASA のオペレーションディレクターを務めた。第5次長期滞在ではバックアップを務めた。ISS の組み立てミッションである STS-118 では機長を務めた。 STS-118 は2007年8月8日6時36分 EDT にケネディ宇宙センターから打ち上げられ2007年8月21日に帰還した。彼は第25次長期滞在、第26次長期滞在の乗組員として2010年10月にソユーズトマ -01M で再び ISS を訪れ2011年3月まで 滞在した。マーク・ケリーは双子であり、2011年2月末に予定していた STS-134 ミッション時には ISS 上で2人が揃うことになっていたが、その前の STS-133 の打ち上げ、延期の影響で STS-134 の打ち上げが4月19日以降に延期となったため、この機会はなくなった。 ISS の船長を務めたスコットが登場したソユーズトママイナ -01M は2011年3月16日に帰還した。スコット・ケリーはロシアのミハイル・コルニエンコと共に2015年3月から1年間の ISS 長期滞在を行う予定。これまで ISS での長期滞在は6ヶ月間で交代していたが1年間もの滞在を行うのは初めて。 このミッションは1年間の滞在の間に微小重力環境下での様々な医学データを集めることにより将来のガ周辺での活動や小惑星、さらには有人火星探査に対するリスク軽減や対応策を検討するのに役立てられる。1回の飛行で宇宙に1年以上の滞在を行うのはミールデノバレリー・ポリアコブ、セルゲイ・アブディアフ、ウラジミール・キトブと ムーサマナラフについで後、6人目になる。双子の一人であるスコット・ケリーが1年間の ISS 滞在を行うことになったため、宇宙飛行士を引退したマーク・ケリーと共同で、双子の体の変化の違いを詳しく調べることにより、貴重なデータが得られることから、飛行前後と飛行中に定期的な間隔で二人の血液サンプルを採取し、比較を行う、医学実験を行うことになった。 これらのデータから将来の月周辺での活動や小惑星、さらには有人火星探査に対するリスク軽減や対応策を検討するのに役立てられると期待されている。実験はスコットが2016年4月1日に引退した後も続けられる。ありがとうございます。